世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は崩壊目前の韓国経済に関する話題をご紹介します。2022年6月アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会は、記録的なインフレに対応するためおよそ27年半ぶりに大幅な利上げを行いました。この影響で日本でも急激な円安が進んでいますが、それはお隣の国韓国も同じようです。韓国では今までにも2度深刻な経済危機に見舞われたことがあります。1度目は1997年に起きたアジア通貨危機。アメリカへのヘッジファンドを主とした機関投資家による空売りによって、アジア各国の急激な通貨下落が起こり、韓国はこれに巻き込まれました。市場関係者は1ドル1200ウォンになると韓国経済に危険信号が灯ったと認識するそうですが、アジア通貨危機の際には一時的に1ドル1700ウォン以上に。最終的に韓国は自力でこの危機を乗り越えることはできず、 IMF 国際通貨基金の救済を受けることになったのです。2度目は2007年のリーマンショックが引き金となって起きた世界金融危機で、市場でドルの流通が滞り、銀行間取引市場ではドル不足が生じ、最もその影響を受けたのがウォンでした。ウォン安が進み、一時は1ドル1500ウォンを超える水準まで下落しましたが、アメリカとの米韓通貨スワップ協定が結ばれます。これを利用した為替介入によって1ドル1259ウォンにまで回復し、中国や日本とも通貨スワップ協定を結ぶことで、この時もなんとかギリギリのところで持ちこたえました。そして現在、韓国経済は1ドル1500ウォンの悪夢が再び見え始めており、韓国メディアはこの危機をいかに乗り越えるかで紙面を賑やかしています。当然、韓国国民の頭をよぎるのは、前回の通貨危機を救ってくれた米韓スワップ協定です。世界金融危機の際に締結された米韓通貨スワップ協定は、一度2010年10月に終了した後、コロナ禍で世界的に景気沈退が始まった2019年10月に再開され、2度の延長の末、2021年、12月31日に契約が満了し終了していました。コロナ禍で再開したように、また韓国経済がピンチなのだから、アメリカが再び締結してくれるだろうと期待してしまったのでしょう。しかし、そもそも通貨スワップ協定は、経済が不安定になった国を救済するための手段ではなく、外貨の流動性を良くするためのものです。世界金融危機ではドルの流通が停滞していたから、米韓通貨スワップ協定を結び、韓国でのドルの流通性を高めるのが目的であって、韓国経済の救済は副産物にしか過ぎません。今回のドル高ウォン安の状況については、米韓財務省会談においても、過去の危機とは異なり外貨の流通性は安定していると認識を一致させています。そのため、当然ですが、財政省は米韓通貨スワップ協定を積極的に呼びかけたりしません。そのことに不満を持ち、韓国のテレビ局である SBS がなんと先走って FRB に直接質問状を送ってしまったのです。 SBS が FRB にした4つの質問と、その回答をご紹介しましょう。質問1、アメリカは EU や日本のような準基軸通貨国以外と常時通貨スワップを締結したことはあるか。回答、いいえ。 FRB はカナダ、イギリス、日本、EU、スイスの中央銀行と流動性スワップ協定を結んでいる。これは流動性供給のための措置だ。質問に、韓国と同じ規模の国が為替不安を理由にアメリカと常時
通貨スワップを締結しようとするなら考慮されるか。回答、いいえ。FRB は追加で、韓国を含む外国中央銀行9つと、一時的なドル流動性スワップを構築したことがある。質問3。それでは、常時ではなく、一時的通貨スワップであれば、特定の国と締結が可能か。回答、そんなことはない。先ほども触れましたが、アメリカが通貨スワップ協定を結ぶ目的は、あくまでもドルの流動性を市場に供給するため、特定の国が困ったからといって、その時に急いで結ぶようなものではありません。質問4。アメリカドルの価格上昇で、世界の外国為替市場が不安定だ。これに対して、アメリカが他の国に提供できる流動的供給オプションは何か。回答、これに関してはコメントできません。その理由は、為替政策についてはアメリカ財務省の領域なので、為替政策に対する質問はそちらへしてください。以上がやり取りの内容です。韓国がアメリカへ通貨スワップ協定を求める最大の理由は、為替レートの不安定ですが、FRB は為替問題に関与する機関ではなく、それを受け持つのは財務省だということでした。それでは財務省はどういう立場なのでしょうか。それはイエレン財務長官の発言を見ればわかります。イエレン長官はインタビューで、ドルの追加情報を防ぐための当局の介入の可能性について尋ねられた際、市場で決定されるドル価格はアメリカの利益に符合する、またドル高で新興国の負債返済負担が大きくなるという声もあるが、ドル高はアメリカの適切な政策を反映したものと答え、ドル高はアメリカの利益にかなうものだということを改めて強調しました。FRB はドルが国内に滞留しすぎないよう、流動性を確保するための通貨スワップ協定の権限は持っているが、今はその状態ではなく、為替政策を担当する財務省は、今のドル高の状態はアメリカの国益になるので、問題があるとは認識していないということ。つまりはこのドル高を政府が乗り出して介入する気は全くない、ということですね。今まで、ウォン安を回避するために、絶対的な切り札だった、米韓通貨スワップ協定が、今回ばかりはどうやっても発動しないことが、ここで明確になってしまいました。ユン大統領もバイデン大統領に、接触を持とうとしたり、おそらく様々な方向から、アメリカの支援を受けようと、画策していたと思われますが、韓国メディアの勇み足によって、思いもかけないところから、はっきりとしたノーの返答をもらってしまい、きっと頭を抱えているでしょうね。最後の望みの綱を失って、韓国の人たちはどう感じたのでしょうか？実際に寄せられた声を見てみましょう。海外の反応。やっぱり2021年に、米韓スワップを終了させたのは間違いだったんだ。ムンジェインは立ち去った後にも、我々にこうやって被害をもたらすのか。いやいや、あの頃はみんな、外貨は足りてるし、ドルなんてなくても平気って言っていたじゃん。むしろ、アメリカの力さえ必要がなくなったと、ムンの手腕を称えて喜んでいた。米韓スワップが終了した時は、またいつでも簡単に結べるものだと思っていたのに、どうして今回は締結してくれないんだよ。このままでは韓国経済は崩壊してしまうんじゃ。同感だ。あの時は他の国ともスワップ協定しているし、アメリカに頼らなくてもどうとでもなると思っていたが、こんなにもドルだけが強くて他の為替に悪影響を及ぼすとは思ってもみなかった。アメリカがダメなら日本とスワップ協定を結んでやってもいいのでは？ムン政権の時に
いろいろ約束破ったのは韓国側なのに、信用して金を貸してくれるわけないだろう。日本が借りてくださいって頭を下げに来るだろうから、仕方なくうなずいてやればいい話。安倍と違って岸田は御しやすそうだし、それぐらいユンがうまくやらなくちゃ、売国道を大統領に掲げている意味がない。びっくりするほどの時代錯誤だけど、これって韓国人の平均的な考え方なの？大昔からタイムスリップしてきた人の書き込みではなくて？経済崩壊の始まりだ。真剣に今から各自で生き残りの準備をしないといけない。今の政府は答えを持っていない。これほどひどい状況になっているなら、財界だってもっと大騒ぎをしなければならないと思うんだけど。よく見るとわかるんだけど、企業負債は増えていないんだよ。個人負債と政府負債だけがとんでもなく増えている。もう金利を上げよう。それしか手はない。不動産を守るために融資規制を緩和し、金利をどうにか抑えていたのがムンと政府だろ。韓米金利逆転になっても大丈夫だとたわごとを言っていたが、結局中央銀行は FRB に行動を合わせるしかない。韓国だけでどうにか太刀打ちできる問題ではないんだ。ムンが反日運動をしていた時、その支持者たちが日本は負債で潰れると言ってたが、日本はいつ潰れるんだ？あの話が本当なら、我々より日本の方が瀕死のはずなのに、どうして日本にスワップを持ちかけるような話になってるんだ？ベネズエラ、日本、ギリシャはデフォルト危険国家だよ。日本は準基軸通貨国だから、デフォルトって言葉が出てこないだけ。世界で一番ドルを保有しているのは中国で、全世界で唯一アメリカと金融戦争で対立できる国だ。やはり日本に頼るのではなくて、頼るべき体重は中国であるべき。不動産不安から人民元が下がって、それにつられるように円安も進んでるというのに、日本と中国どっちに乗っても泥船なのは変わりないのか。以上が韓国の人々の反応でした。ムンジェイン政権下で米韓通貨スワップ協定を終了させたことを後悔している声が多く聞かれましたね。ではこの件について日本の人々はどのように感じたのでしょうか。一緒に見てみましょう。日本の反応。準基軸通貨国である日本はもちろん、通の国は通貨スワップ協定で何ができるのかをちゃんと理解しているが、どうも韓国はそれを理解できていないのではと思わず疑ってしまう。言ってることがめちゃくちゃすぎて。先進国だと自負している韓国だもの、知らないわけないでしょう。知っているけどわからなかったことにして、禁じ手を使う気満々って感じはするけど、日韓間にある諸問題を理由に日韓スワップは無理だろうとコメントにあったけど、仮に全てが解決したとしても助ける筋合いはないな。とにかく関わり合いたくない。中国と通貨スワップしてるんでしょ。アメリカがいなくても心配いらないぐらい他の国とも結んでるんでしょ。だったらそっちを頼りにしなさいよ。頭を下げる気もないくせに日韓スワップを結ぶべきって意味がわからない。また韓国のことだから、その場しのぎの嘘をついて日本に協力を仰ぐ気なのでしょう。そんな嘘をついたって日本にもアメリカにもすぐバレるに決まってるのに。日本は過去に何度も韓国を助けているのに、韓国は常に恩をあだで返し続けているから、もう二度と助けてはいけませんよ。確かに今のところ世界最強の通貨はアメリカドルだね。もう天下無双状態だ。そのアメリカからの支援は絶望的。日本へのすり寄りも及び腰なのは無理もない。麻生太郎を怒らせたのは致命的だ。日本とアメリカにスワップを結んでくださいとお願いする状況でもなければ、韓国と通貨スワップを
盗む状況にはならないでしょう。それを上から目線で、我々と通貨スワップを結ぶべきとか言ってるうちは、どこも助けてはくれないよ。韓国としては、過去2回の経済危機も他国の手助けでクリアしてきたから。2度あることは3度あるで、3回目も当然期待したんだろうけど。今度は3度目の正直で、自力で乗り切るチャンスを与えられたんだね。ファイト。日本も円安が続いているけれど、外国人観光客が日本製品を爆買いしてるから、日本の経済はこれからもまだ回っていくだろう。だけど韓国にはそういう誇れる商品がないからね。アメリカの隣のカナダと無制限スワップを締結しているから、実質的にアメリカと無制限スワップを締結してるも同然だとか言ってなかったっけ。以上が日本の人々の反応でした。韓国ウォンの暴落には同情も寄せていない様子でしたが、今までの日本に対する韓国の態度を思い返すと、その気持ちはわかりますね。日本人のコメントには、日本が助けてやる必要はない、日韓通貨スワップ協定は必要ないという意見も多く見られましたが、そういう声とは裏腹に、2023年6月、7年ぶりに行われた日韓財務対話において、日韓通貨スワップ協定の再開を両国が合意したことが発表されました。今回合意された通貨スワップ協定では、ドルを媒介に進められるドルスワップ方式で、お互いに100億ドルを融通する枠を設けることにしたそうです。韓国の人々の言う通り、日韓通貨スワップを結んでしまったわけですが、今後の日韓関係がどう転んでいくのか、見守っていくしかありませんね。世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は日本と K 国の慰安婦問題をめぐる通貨スワップについてと、それに対する K 国民や日本人の反応をご紹介します。釜山の日本総領事館前に2016年、慰安婦ゾーン問題の象徴とされる慰安婦少女像が新設されました。これは2015年12月の日韓合意に反する行為です。そもそもウィーン条約にも反する行為のため、世界的に見ても大きな問題となっています。これを受けて日本は中韓日本大使を一時帰国させ、スワップ協定の協議再開の中断などを打ち出しました。慰安婦問題に関する日韓合意は、慰安婦問題が最終的かつ不可逆的に解決されたことを確認するという日本政府と K 国政府との合意です。この時、日本政府の予算10億円で元慰安婦を支援するための財団を設立するとともに、首都の日本大使館前の慰安婦像については K 国政府が適切に解決できるよう努力すると発表していました。これは直接的な表現ではないにしろ、今回の合意を問題解決と捉え、慰安婦問題の象徴である慰安婦像を撤去するという共通認識がありました。日本側としては10億円の拠出は済んでいるので、警告側によるソウルの慰安婦像の撤去を待っていたところだったのです。しかしそれにもかかわらず、渓谷では新たな都市の日本総領事館前に新設されるという事態が起こりました。これに日本側が反発し、大きな問題となっているのです。日本だけでなく世界的に見ても非は渓谷側にあるとの見解が多くなっています。実は2015年末の日韓合意に関わった渓谷人ですら、今回の渓谷の対応はまずいと顔をしかめているそうなのです。さらに渓谷政府はこれだけでなく、2015年の合意時の約束を果たしていないにもかかわらず、渓谷側にメリットのある通貨スワップだけはそのまま強行する姿勢です。
インターネット上でもこれは大きな問題となっており、ある警告人の投稿が注目を集めていましたのでご紹介します。合意内容が日本と警告どちらに利益があるのかについて、その特質は各国が一回話し合って決めたものだし、両国が一旦合意に入って協約を交わしたのだから、当然履行しなければならないのではないだろうか。慰安婦の10億円についても、日本は約束を守ってお金を納めたのに、警告は合意事項を履行できず、感情だけで決めたことを覆した。そんな警告をどう信じて日本はスワップを結ぶというのか。明確に慰安婦問題に対して感情的な観点で見てみると、一般警告民が言う言葉がある程度の筋は通っているかもしれないけど、これが国家間の協議事項の履行と同じ法的効力がある問題が関連されれば、感情だけで解決されるのではなく、原理と原則が優先されなければならないんじゃない。いくら国際社会に向かって日本は悪いです、慰安婦の女性たちがかわいそうですと訴えても、10億円を受けて合意したのに約束を守らず再び少女の像を設置する警告の行動は、第三者の目線に立って考えてみる必要があるだろう。そしてその設置をしたのが国家ではなく一般個人のようなんだけど、だからといって国家に責任がないのではなく、国家が少女たちの像を設置できないよう制度を改めるか、合意事項を国から履行しなければならないと思う。以上がある警告人の投稿です。警告人の中には慰安婦問題の解決や合意に対して反対の声が目立つ中、このような客観的視点を持っている警告人の存在はとても珍しいものだと言えます。この問題についてインターネット上に寄せられた警告人のコメントをさらにご紹介していきたいと思います。日本は警告が慰安婦像を撤去しても通貨スワップは拒絶するだろう。日本がスワップをしなければならない理由がない。慰安婦の合意には銅像を撤去すれば通貨スワップしてくれるという内容はない。慰安婦合意とは、日本が10億円を支払い、警告はそれを受けて慰安婦問題は負ったものとするという内容だった。最初から慰安婦問題の合意には慰安婦銅像の撤去をするという内容はない。慰安婦の合意は国際法上の強制力がない。日本が自ら警告に制裁を加えなければならない事案だ。慰安婦合意は条約でもなく法律上の強制力はない。当然慰安婦銅像の撤去は全体の合意事項の一部だ。慰安婦銅像のために慰安婦問題が再び引き起こされたのだが、もし合意事項を履行できなければお金を返すのが合っている。お金を返さないので国家的に信用できないという言葉が出てきて、そして日本の通貨スワップを拒絶している理由になっているのかな。この慰安婦合意は前の大統領が勝手に合意をして、合意には慰安婦銅像撤去の内容が含まれていたが、後になって削除したのだ。通貨スワップはスワップをしなくてはならない国としなくてはならない。日本のようにスワップが必要のない国はこうして拒絶して圧力を加える理由にされる。慰安婦問題最終合意では慰安婦撤去が削除されたままで合意を交わしたのに、何が撤去が合意内容だとざれ言を言っているの。銅像撤去の内容が削除されて、銅像を撤去するという内容を除いて同意を結んだんだ。慰安婦に関して関連した内容を起こさないという合意内容だ。でも慰安婦少女像が慰安婦問題を再燃するので撤去しろという考えだ。草案では慰安婦銅像撤去の項目があったが、慰安婦銅像を撤去するという最終合意文でその内容を除いた状態で合意を交わしたのに、最初から撤去が合意文にあったと曲解して解釈しても法律上の価値がない。日本のニュースでは慰安婦の合意に銅像撤去の内容がないという批判一色だ。
慰安婦の合意は条約ではないために国際法上の強制力がない。以上が警告人の反応です。事実に対してあらゆる見解があることから、本当に起きたことや時系列などがあまり正しく一般国民に浸透していないのだということがわかります。とはいえ、警告人の中には冒頭でご紹介した投稿者のように第三者的視点で見ている人も多いようです。続いてこの問題に対する日本人の反応をご紹介します。約束を守らないのが問題なのに、なぜお金を返せばいいという結論に至るのか。約束そのものをなかったことにしようとする国と、どうやったら信頼関係が築けるというのか。国際法上の拘束力があるかどうかではなく、二国間での合意を一方が履行しなければならなければ、他方は報復するのが当たり前。日本は警告に大使を赴任させなければならない義務はないし、ましてスワップを結ばなければならない義務はない。つまり日本が批判される理由はない。全くその通り。慰安婦像で合意に反してスワップ交渉さえ中断したという話、警告人には理論的思考がないのかな。あまりにも話が通じないように思える。慰安婦云々は避けて考えても、そもそも日本がスワップ受けるメリットがないんだよな。下手に出るどころか上から目線で助けさせてあげる態度は理解に苦しむ。日本と渓谷の政府の間では強制連行について話し合っていない。強制連行なんて嘘だから話し合う必要もないということ。ところが警告人は強制連行があったと信じ込んで怒り狂っている。ここに警告政府と警告民の救いようのない温度差が生まれ、警告民が暴れまくって合意をめちゃくちゃにするという現状に至る。撤去はしなくてもいいけど、慰安婦像を移設する努力だけはしてほしい。努力したかどうかは日本が決めるから。警告人には正論も常識も通じないからね。以上が日本人の反応です。正直自分自身や身の回りの日本人を見ても、慰安婦問題に関してここまで熱心に考えている人はあまり見かけません。渓谷では反日教育がされているため、もう少し関心を持っている人が多そうですが、実は私たちが思っているほど一般国民は敵対視し合ってないのではないでしょうか。お隣の国同士なのですから、早く争いをやめて平和な関係になれるといいですね。いかがでしたでしょうか。皆さんは慰安婦問題についてや警告側の主張を聞いてどのように感じましたか。コメント欄でぜひあなたの意見をお聞かせください。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。